はいどうもゼロゲンと申します。スーパーマリオメーカー2、今日もやっていきたいと思います。今回も例のごとく私の作ったコース紹介からやっていきたいと思います。ちょっと今回のコースはちょっと長いんで、やりながら喋ろうかなと思います。大乱闘スーパーマリオブラザーズ、まあそのまんまの通りなんですけども、マリオで、いっぱい出てくるねファイターというか敵キャラを倒して、でどんどん先に進んでいこうという、そういうシンプルなコースになっております。最初はハンマーブロスですね。はいはい、あの割と難易度高めですね。割とあんまあのクリア率があんまり良くないというか、やってる人がそんなにいないというかね。割と難易度高めです、はい、こことかプンプンちゃん一匹だけにすればよかったかなこれな。まあでも割とシンプルっちゃシンプルですね。もうやることはもうやることはもう単純なんで、もう出てくる敵キャラをどんどん倒していくっていうだけなんでね、はい、それだけですね。もうどうしてもね、なんか最初の方勝てないなと思ったら、ここにスターが隠してあります。はい、これで。でも言うてね、これ、あんま持たないんですよね。言うて、このハンバーブルースのところぐらいじゃないですかね。いけてカメックのところかな。あ、いた。あ、ちなみにここ、キノコありますね。はい。はい、まあ、ちょっと。ちょっとね、まあそのメーカー出たら作りたかったステージではあるんで、あんまりまあやってはもらいたいけどね、やってはもらいたいけど半分自己満足なところもあるんで、まあ別にそこはあんまり気にしてないですよね。まあできるだけやってほしいなというのはもちろんありますけども、よいしょ、よし、このプンプンちゃんのどっちかが影を持ってますね。お、そう、割とここむずいんですよね。あれ本物、あっちか、ここキノコとかは、降らすときゃよかったね。そんな気がします。しまった、やばい、危ない、よし OK。 まあちょっとスマブラをモチーフにしてるんでね、なんかアイテムとかいっぱいばらまいてもよかったかなとも思うんですけどね。あ、一応ここマルチプレイをね意識して4人分用意してるんですけども、1個だけ外れという、そういうわけですね。はい、次の敵ですね。敵自体はそんなに多くないんですけどね。でこの羽ブンブンなんですけどね、必勝法があります。ここにいればいいです。ここにいてこうやってしてれば、勝手にあいつがやられていきます。たまーにね、なんかね条件があったら下に落ちたりするんですけどね。で、鍵取ったらこのように下に行って、次のステージに行きましょう。はい、次はドンケッちゃんですね。ここ、ドンケッちゃん4人いるんですけど、これのうちの誰か1体が、鍵を持ってます。はい。ここも割と、めんどくさいですね。勝手に落ちる時もあるっすね。この点滅ブロックで。お、ラッキー。で、これで次に行きます。はい。次、ラストですね。はい。相変わらず、キノコばっかして1個だけいっちゃう。な。はい。まあ、ラストといえばこの人でしょう。はい。猫クッパさんですね。でかい猫クッパさんの方ですね。おわー、痛い。でも、慌てなくても大丈夫。下にファイアフラワーが無限に、ここは落ちてきます。なんで、ここはね、この、ファイアフラワーでひたすら戦ってください。うん。アイテムのファイアフラワーのところで戦えば、あんまりやられることはないと思うんで、はい、こうやって食らってもすぐに補充できますと。ちなみにこれ壊されてなければね、50コインが飛んできます。わーお！で、ちなみに、こちらにですね、こっちに、実は、スーパースターが落ちてます。そうすると、一発で倒すことができますね。はい。
あれ右の方に行ったらね、ふわーっと自動してくるんですよ。はい、でクリアですね。まあ、これどれをどの透明どこに入ってもいいんですけどね。で10コイン欲しい人はこっちに行ってください。まあ取る人はいないでしょうけども。はい、 OK。 はい、というわけでこちらが私が作成したコースの大乱闘スーパーマリオブラザーズですね。とクリア率がね 10% 切ってんだよね。まああんまりやってる人が84人ではないんですよね。84回、26人の人が84回挑戦してるってだけなんで、やっぱちょっと難しすぎたっていうのと単調すぎるかな。もうちょっとなんかこれも作り直してもいいような気はするけど、まあそれをやるならなんか別のスキンとかでやりたいですね。はい、まあそんなわけで今回のコース紹介はこんな感じです。はい、今回はみんなでクリアをやっていきます。普通でいいかな。お、普通になりました。みんなでバトルとかどこまでマリオチャレンジとかもね、ちょこちょこやっていきたいですけど、まあちょっとやれるモードが多いんでね、結構ローテーションで、ちょこちょこやっていきたいところでございます。お、ユウですね。青キノピオでございますね。みんなでクリアだから、これはあれかな。キノコがどっかにあるか。あ、でっていう、でっていうじゃん。お、よし、これでさっきのちょっと土管を調べてきますね、私は。お、入れた。お、何？なんで？うおー、やーん、ここなんもないの？あれ？なんかあるやん。ほい。お、Pスイッチがすげえあるな。ブブー？ブブーだと？あれ、なんかさっきのコースのところにもこんなんあったよね。ブブー？何が？お？これは。うわー！なんじゃ！怖い怖い、あえ、これどうなってんだろう。あ、これさっきの外側か。ああしまったピンクちゃん、あ、ピンクちゃんいったね。お、ナイスです。あ、クリアすんのね。はい、じゃあ行きます。これどういう感じになってたんだろう。コースの全容が知りたいな、ここは。うん。まあ何やと思われクリアでございます。じゃあ次行きましょう。はい、次ですね、行きましょう。ちょこちょこ自分が知らないミーの着替えがあるんですけど、どうやって手に入るんだろう。ストーリーモードはクリアして、まあ全部のミッションやったわけじゃないからな。とりあえず全部のミッションクリアしたらもらえるんかな、なんか。いやでもそれ以外のもなんか持ってそうなんだけどな。メダルとかかな。職人のメダルとか手に入れたらもらえるのかな。おわー、 3D ワールドですか。なんでなんでー、危ね。こうで、よし。お、なんで？あれ？これ勝手になるんだっけ？勝手にスイッチ切り替わるんだっけ？あれ、そうだよね。
まあ、いいや、飛び越えじゃない。スイッチで切り替え、おお、あ、そうか、上とかにドッスンがいたのかな、さっき。これはちょっと、じゃあ俺は入る、あん、入らないで行ってみようかなと思ったけど、これドッスンとかが押してんな絶対これ。これ入ってみるか俺。おお、これは、あ、なんだ、さっきの、あん、わ、誰も進めてない。おお、これはどう、うん、すごい、あー、ゴールしてる、俺もゴールしたい、あー俺だけ俺だけ進めなかったんご、どういうコース、すごいコースだったな。じゃあ次行きましょうかね。はい、お次ですね、やっていきましょう。やる気満々やな。まあ難しいでいいかな。いや、もうとてもとても難しいわ、やめようってとても難しいわ、無理だって、クリアできないもん。うわ、キラーか、これね、これダメだ、一人ずつ行った方がいいな。上、上、いけ、あぶね、いけ、ちょ、怖いからちょっとみんな行ってから行くわ俺。おお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 、弾幕ゲーかよ。いた、いたいた、何すんの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 、ちょっと待ってよ、ちょ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 、投げんの、マジで投げんの、マジで、あぶね、命を落として私を投げてくれたのにごめんよ、マリオくん。みんなで バトルよりクリアの方が難しいんだよな、正直よ。あの先どうやって行くんだろう、あの先難しいな。うわ、あっ、ぶねえ、おお、行ったね。俺も行こう。あ、キラーの方が行きやすいね、これ。よし。お、お、あれ、難しくね？おー、ぶね。これむずいな。まあ、とりあえず、私がここにいれば、マジで行くの？行くの？あぶねえ！うわ！これどうしようか。いけ！いけ、ルイージ！よーし！絶対正規クリアじゃない多分キラーとか砲台を乗り継いで上に行くんでしょうね、本当はまあマルチプレイだとこういうこともできちゃうよね。